アレドミス・ディアス・セラーノは、キューバのビジャ、ウトウミギウチ。MLB のヒューストン・アストロズ所属。2007年から、セリエナシオナルでベースボールのナランハスデ・ビジャクララに所属。2007年から2008年シーズンは38試合に出場した。2008年から2009年シーズンは90試合に出場して打率。317、7本類打、45打点。 に盗塁を記録した。2009年から2010年シーズンは91試合に出場して打率。284、5本塁打、43打点に盗塁を記録した。2010年から2011年シーズンは92試合に出場して打率。293,7本塁打、47打点に盗塁を記録した。 2011年から2012年シーズンは83試合に出場して打率。302、13本塁打、50打点、11盗塁を記録した。2012年11月にメキシコへ亡命したが、虚偽の青年月日を MLB 機構に提出したため、2014年2月19日まで MLB 球団との契約が禁止されていた。 セントルイスカージナルス時代2014年3月9日にセントルイスカージナルスと4年契約に合意した。3月23日に A 級スプリングフィールドカージナルスに配属されたが、6月30日に故障で戦線離脱。8月6日に A 級パームビーチカージナルスで先列復帰した。2015年はメジャーロースター40人枠に入ったまま。 3月23日にトリプル A 級メンフィスレッドバーズに配属されたが、開幕前の4月3日に A 級スプリングフィールドに降格された。7月8日にディーフとなった。その後、マイナー契約となり、マイナーで計116試合に出場して打率、278、13本塁打、52打点、6盗塁を記録した。守備では遊撃手を守り続け、 計105試合で17失策、守備率964だった。そのうちシーズン終盤にトリプル A 級メンフィスに最小格して14試合に出場すると打率380という成績を残している。2016年は開幕2試合目の4月5日のピッツバーグパイレーツ戦で8番遊撃手で先発出場しメジャーデビューを果たした。 打撃は好調だったものの守備の不安があったため、しばらく声優劇手を、ジェドジョーコ、ルーベンテハダ、グレッグ・ガルシアラと争った。4月は、規定打席より、わずかに不足していたが、打率。423、4本類打、13打点などの成績を残した。前半戦に活躍したため、オールスターにも選ばれた。最終的には111試合に出場して打率。300、 17本類打65打点、4盗塁を記録した。シーズン後のルーキー・オブ・ザ・イヤーでは、投票合意ランクインした。2017年は、開幕から、声優劇手として出場していたが、新人のポールで4部の対等に押され、6月28日に、トリプル A 級メンフィスへ降格した後は9月まで、昇格できなかった。この年メジャーでは79試合に出場して打率。 259,7本塁打、20打点、4盗塁を記録した。トロントブルージェイズ時代2017年12月1日に、JB ウッドマントのトレードで、トロントブルージェイズへ移籍した。2018年は130試合に出場して打率26。263,18本塁打、55打点、3盗塁を記録した。2018年11月17日に、 トレント・ソントンとのトレードでヒューストン・アストロズへ移籍した。ホセ・フェルナンデスとは同郷の幼馴染みで2016年9月に彼が救世した際には熾烈なワイルドカード争いの中、葬儀三列のためチーム離脱を申し出ており、遺族の強い要望もあって球団はこれを強化した。ありがとうございます。